高志のキックンがお送りしてます。ナックファイブザナティレディオショー鬼玉火曜日、はい、さあここで本日のスペシャルゲストでございます、うん、モーニング娘。ワンファイブでございます。はい、まずは自己紹介お二人です。はい、はじめまして、モーニング娘。ワンファイブリーダーの福村瑞希です。はい、そして、はい、サブリーダーの飯窪春奈です。よろしくお願いします。来てくれました。リーダーとサブリーダーが来てくれましたよ。はるなちゃんはお久しぶりな感じでね。そうです、お久しぶりです、ね、でリーダー福村さんは初めまして。よろしくお願いします、ね、福村瑞希ってなかなかこう見ない字ですよね。この字がね、全部読みづらいですよ ね、ね、あのテストとか答案の氏名書くとこからはみ出さなかった。いやもう書く時間が大変で、画数が多すぎて。画数多いよ。福村の福がまず書いてるとでかくなっちゃうでしょ。そうなんですよ。福で大きく取っちゃってで村の半分がもうはみ出してそこまでないと思いますよ。それね、小学校4年生ぐらいまでにで終わる。いやいや、でも小学校4年生昨日のことでしょ。今19歳ですね。なんで、まあ、小学校4年生がまあ一昨日ぐらい。まあ我々からするとね、我々からすると50絡みのおっさんからするとそうですけど、ね、でもあれだよね、だから、はい、はるなちゃんは一足先に18歳超えていたの で、あのよく来てくれてたんだけど、はい、あのリーダーね、福村美紀ちゃんは、はい、あの割とだからこの時間に生放送で来れるようになったのは割と最近ってことだもんね。そうですね、もう1年4万、ね、もうこれからもう本当にね、はい、あの2ヶ月おきに来てくださいの。わー、言いましたね今、今久しぶりだったらすごい嬉しかったんですよ。もっと来たかったので。いやいや、来てよ。全然来ていいですよ、本当に。本当2、4、6、8、10、12とね。もう偶数ずつ来て決まってる。覚えちゃった。必ず来てもらうということなんでございますが、はい、さあ、ね、先にこれ聞いとこうね、はいはい、先にはい、この番組ね、マイクの前でなんかポコって言いますと、はい、すぐにリスナーさんから反応が返ってくるシステムになっておるわけなんですけど、はい、何か決めたいことだったり、はい、教えてほしいことだったり、はい、まあ大喜利のお題でもいいですし、はい、何でも構いません。何かありますか？あります、はい、うん、私たちニューシングルを、はい、発売するんですけど、はい、その中の一曲に冷たい風と片思いっていう曲がありまして、うんうん、それにかけて、うん、人以外で片思いしているものを教えてほしいです。はあ、人以外でね、人以外で片思いしてる、要するに好きなものなんですけども、はい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 、なんだろうな、僕はあの変わらず、はい、天狗のピリカレーですよ。天狗のピリカレー、天狗お菓子がある。初めて聞きました。京都かなんかのメーカーが作ってるんですけど、はい、天狗のピリカレーっていうのがある。あのね、あの形はカッパエビセンの形ですけど、はいはい、ピリ辛カレーなんです。カレー味なんですよ。スナックなんですよ。止まらないんです。そうなんですね。、はい、この人スーパー行くたんびに8袋ぐらい買って帰る。1個95円なんで、ね、安い。ちょっと私もチェックしてみよう。ね、そうなんです。コンビニにあんまないんだよ、ね、コンビニにあんまないんですよね。スーパーとかにない ね、スーパーな、関西の方にあるかもしれない。で京都のメーカーですから、なんか片思いしてることあります。片思いでしょ、うん、片思いだとすると、うん、僕ハードディスクレコーダーが、はい、昨日からちょっと調子悪くて、あ、よくあるやつ。今両思いじゃないな俺こいつと。そう、この年末年始さ、撮りたいのね、番組いっぱいあるのに、あれこれちょっとヤバいやつだなって今ヒヤヒヤしてる感じ。使いすぎじゃないの。ね、そうかもしれない、うん、ね、そろそろ新しいのにしたらね、え、ホントっすよ。ごめんなさいね、おっさんの立ち話になってしまった。2人は何かある今。あ、私福村は、うん、エレベーターのボタンが大好きで。お、エレベーターのボタン、はい、ボタンの押し心地チェックを、うん、あのエレベーターに乗るたびにするんですけど、うん、やっぱりそれにハマってからもう毎日毎日エレベーターに乗るのがすっごい楽しくて。どうやって押してます？いろいろあるじゃない。あ、例えば、はい、要はポチって中に行けなくてタッチするだけのやつもあれば、あ、ね、押し込むパターンのやつもあれば、まあ、押し込むパターンのやつの方が好きなんですけど、はいはいはい、私独特の押し方があって、うん、こう なんて言うんですか、人差し指を曲げ て、はいはい、第2関節で押すんですよ。それが私が見つけた一番押し心地のこういい感じにくるやり方で、最近はずっとそれで押してますね。それも人差し指、
人差し指で。人差し指じゃなきゃダメなの？そうですね、基本人差し指で押してます。なんかこう握り拳作って中指でこうでグッて。ちょっと難しいです。そうはなかった。そうなんだ。俺もエレベーターのボタンなんか今さ静電気怖くて本当にこうちょっとこうこの時期おっかなびっくりしか押せないけどね。僕はあれですよ、あのこの頃流行ってるあのエレベーターのボタンの押し方は、はい、そうよあなたよっていう感じの指のこう押し方。滑らかに滑らかに。一人の時だよ、大勢いる時やんないけど、一人の時はこうってこうゆっくりこうあなたよって。なるほど。小西さん、はい、気が知れない。気が知れない。全然それをワクワクしてやっている気持ちが1ミリも理解できない。リーダーは分かってくれてますよ。分かってないよ。春菜ちゃんは今私すごく漫画が好きなんですけど、最近ハマっているのがハイキューという。知ってますか？今アニメですげえハマってる。超面白いですよね。あれもあれアニメも私好きなんですけど、あのあれを見て本物のバレーボール見てみたいって思ったんですよ。はいはいはい、はい、で1月に春の高校バレーがあるんですけど、行きたいって思ったらチケットがもう完売してて行けないことが昨日発覚して。春高バレーはね、そうやっぱあのね学校の子たちも来たりとか地元の人が応援に来たりもするから、要は甲子園みたいなもんだからね、チケット取るの大変なんだよね。で行けないっていうのが昨日分かって片思いに終わりました。ああそれ片思いだね。漫画にね影響されちゃうってあるもんね。あります、しょっちゅうですね。全然知らなかったけれども漫画でルールを覚えて、完全にその虜になっちゃうっていう。そうなんですよ、まさにそれですね。本当ですよ。だからもういろいろたくさん読んでると今何の時代に生きてるのかよく分かんなくなっちゃう。時代が、時代が、そうそう、ある中世なのかね。江戸時代なのか国も変わっちゃう。そうね、未来なのかね。勉強しやすい。そう、このおじさん52にもなってすごい純粋なの。そうなの、純粋なの。瞳が綺麗です。瞳が綺麗ですって言われた。嬉しいな。ねえ本当にね、新ダメ男子やってみてください。あ、今流行りの、今流行りの新ダメ男子ですよ。モテますね。どう、セクシー、セクシーで感じます。あの多分眠そうなだけだと思う。もうラジオの前の皆さんにも伝えたい。皆さんは本当に片思いしてるのだに。激しい。どうリーダーちょっと来て後悔してるでしょ。なんかとても楽しい空間だなと、ま、ね、今とても楽しいを言ってる時の目が死んでました。恐ろしいことですよね。本当になぜかね、本当にあの鬼玉いいんですけれどもね、ゲスト出た後ぐったり疲れる。ね、覚悟しといてくださいね。やっぱり楽しみたいと思います。そうね、目いっぱい頑張っていただきたいと思いますけれども。さあそんなモーニング娘。ワンファイブでございますが、うん、はい、おっしゃっておりましたね、来週12月29日にニューシングルが出ます。はい、はい、ね、今回のトリプル A 面シングルで、はい、タイトルお願いします。お願いします。はい、冷たい風と片思い、はい、エンドレススカイ、ワンアンドオンリーの3曲になっています。ね、通算60枚目です。そうです、そうなんです、ね、60枚ですよ。でまあね、12月29日リリースですから、うん、はい、当然ワンファイブとしてはこれが最後になるわけですよね。シングルでイコールあの卒業をあの発表している鞘師里保ちゃんが最後の参加作品っていうことになるわけですよね。でじゃあやっぱ来年一発目の活動からワンシックスなんですね。はい、ワンシックスですね。もう、はい、そういうことになってるわけなんですよね。じゃあもうこれはあの、ね、ちょっとね、あのそうでミュージックビデオとかも見させてもらったんですけど、わ、ありがとうございます。あのあれですよね、特にあの冷たい風と片思いはどっちかっていうとミディアムスローな感じ で、はい、ね、はい、ダンスもいつもより激しいという感じではないんだけど、うん、はい、途中でさやしちゃんの、はい、もうあのソロダンスがすげーって思って、うん、ねえ、そうなんです、はい、すごいです、ね、これ29日なんですね、うん、はい、はい、あと1週間、あと1週間でございます。あの、はい、もうミュージックビデオは多分、ね、ネットとかで、はい、公開されてます、ね、見れてるってことですね、オフィシャルで、うん、やっぱあれですよね、なんか考えようですけれどもね、これは個人的な考えもあるんでしょうけれども、うん、1月1日というか1月になってからよりも、うんうん、年末あたりに出るものって、はいはい、すげえワクワクしない？おお、この月末だけじゃなくて年末じゃん、うん、はい、年末に楽しみが、うん、最大の楽しみが待ってるってすごく良くないですか、うんうんうん、
それも来週も本当に年末で29日手に入れたら、はい、もう次の次の次の日が1月1日という、はい、このなんていうかお祭り感、うんうん、今年が終わるっていう最後の最後に、はい、モーニング娘。15の15としての最後のシングルを手に入れられるっていうお祭り感はすごいと思いますよ、うん、これそうですね。特にねそれリリースしてすぐね、はい、あの大晦日とかもねカウントダウンライブとか、ね、あります。で、あの年明けもすぐねハロコンあったりとかしますからね、はい、ファンの人はだからもう、はい、もうね29日も確実に手に入れて、うんはい、それを持ってそのまんまイベントで楽しむ、うん、そうそうそう、ね、そうしていただきたい。ぜひぜひ。もう本当に29日の開店と同時に買いますよ、はい、ね、そうですよね。よろしくお願いしますね。ピタッと口を、ドアの前にピタッと口を開くのを待つっていう ね、 ね、 あとねファンの方はご存知ですけど、はいはいね、今回トリプル A 面シングルのうち1曲がまあ60枚目にしてこれモーニング娘。初めてのチャレンジでしょ。そうです。全編英語の歌詞、英語の歌詞。これどうでした。いや最初いただいた時衝撃でしたね。まず曲よりも先にこう、はい、歌詞をいただくんですよ、はいはい、歌詞カードを。あ、大体いつもそういう感じ。そうです、うん、で見た瞬間あれってなって読めないこれ私たちの曲みたいななんか間違ってませんみたいなね、はい、なってたんですけど、うん、こう12期メンバーの野中美希ちゃんがアメリカからの帰国子女の子なので、うん、その子にいろいろ発音を教わりながら、はい、みんなで練習して。そっか、メンバーの中にちゃんとネイティブな発音を教えてくれる先生がいるわけだ。そうです。すげえな、モームス。助かります。すごいんです、モームス、ね、でもやっぱこれでこれでやっぱりね、うん、やっぱ世界ですよね。あーもう、はい、これからまあ今もねもう十分もうねネット社会になって今モーニング娘ね世界でアピールしてますけど、いやいやますますだよね。もっとね、はい、もっと食い込む感じになってくるよ、ね、あの2月にライブも決まってるんですよ、海外での。おー、アメリカのヒューストン。ヒューストン、宇宙の街ヒューストンですよ。そう、NASA の近く、ね、まさに打ち上げ。大塚さん、はいはいはい、大して上手くない。いや大して上手くない。打ち上げ。僕もね、何の打ち上げなんだろうって言っておきながら、あの思いついたやつそのまま垂れ流しでやめてもらって。そうですよね。そうですよ。では。ここで曲を聴いていただきましょう。じゃあ曲の紹介をお願いいたします。はい、私たちモーニング娘。15の記念すべき60枚目のシングルの中から1曲お聴きください。モーニング娘。15で冷たい風と片思い。お聴きいただきましたの来週です。来週12月29日に出ますモーニング娘。15のニューシングル冷たい風と片思い、聴いていただきました。はい、はい、ありがとうございます。さあというわけでございまして、今夜モーニング娘。15からですね、福村瑞希ちゃんと、はい、生窪春菜ちゃん、はい、来ていただいております。メールが来ているので読むよ。お願いします。おとぼけジョジョさん、ありがとうございます。本日はモーニング娘。15からリーダーの福村瑞希さん、ラブサブリーダーの飯窪春菜さんが出演されると聞いてメールさせていただきました、うん、ありがとうございます。最近お二人を見ていると過去いつの時よりも仲良しに見えます。今になっては移動中のタクシーの中でマシンガントークが終わらないほど気が合うお二人ですが、食事したりお出かけしたりなどプライベートの時間を二人きりで過ごしたことはありますか。お二人の仲良しエピソード的なお話をあんまりお伺いしてないので質問させていただきました。また二人きりで話すときってやっぱ好きな漫画や本の話題になることが多いですか。前からずっと気になっていたことなので答えていただけたらすごく嬉しいです、はい、あでも春菜はすごいおすすめの漫画とかいっぱい紹介してくれ、うん、してくれますね。本当、うん、春菜ちゃんがね漫画好きって前からねよく聞いてんだけど、はいはい、え瑞希ちゃんも結構漫画、うん、大好きです。少女漫画とかいっぱい、二人で出かけたりっていうことは ないかもしれないです。なんか4人くらいで映画とかに行ったことはあるんですけど、でもこの映画見に行きたいっていうのも、うん、こうたまたま時間が合わなくて結局行けなくなっちゃったりとかっていうのが重なりますね、やっぱりあの、はい、基本的には単独行動だけど、うん、たまにっていう感じですか。ご飯食べに行ったりとかは、はい、あでも、うん2人でお寿司食べに行ったことあります、うん、ね、お寿司、いいね。おろろろ、そこの大将になりたかった俺。いや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 、いつでもなれますよ。じゃあ俺はそこのネタになりたかった。食べられる方、食べられる方ですか。すごいカオスな空間になっちゃう。そうだね、俺寿司ネタに無精ひげ生えてたら嫌だわ、ね、握るのはお前だぞ。ラジオネームみっちゃん、こんばんは。モームスのリーダー福ちゃんとサブリーダーの春南が出ると、うん、
春菜のブログを見て今聞いています。お、ありがとうございます。2人に質問です。はい、2人でプライベートでお買い物とか行きますか？お買い物は気になる。でもあのお買い物行きたいですか？行きたいですよ。はい、ね、洋服って洋服とかお買い物ってあ洋服ってなると難しいかもしれないでしょ、うん、洋服って一人で行きたい派の人もいるし、あ、そうですね、なんかメンバーとっていうのがあんまり想像できないかもしれない、うん、あんま行ったことない。でも春菜はすごいおしゃれだから、うん、なんか私に似合う服とかこうおすすめしてくれたら嬉しいです、ね、もうそれはもう完全に私のこう趣味で福村さんに着たいものを選んじゃいますよ。なるほどね、嬉しいです、ね、なるほどね、似合う似合わないというよりは私の趣味、これが着てほしい、これがいい、ちょっと怖いけど、決め事的なことを決めていくのは可能かもね。はい、あ、そう、で今日は言われたものを一着だけ買いますっていう風にね、はい、いくつのありだよね。これ舞姫アットあかりん推し、福ちゃん、はるなん、鬼塚さん、こんばんは。こんばんは。2015年も残りわずかですね。さやしりほちゃん、はい、ちゃんのむの娘、はい、ワンファイブ卒業間近で寂しくもなりますが、うん、娘ワンシックスへ向けての新たなスタートとして頑張ってほしいですという、うん、ありがとうございます。リホちゃんのことで、はい、やっぱり、さやしリホちゃんはじゃあカウントダウンが最後になるってことなんだね。31日のカウントダウンが本当に最後、はい、最後です。うわー、ステージ、いやご本人も結構ね、うん、気持ちもね、うん、考えるとやっぱりこのお正月になって自分この辞めるっていうこと相当ね、うん、あるでしょうけれども、うん、ね、この間ワンマンでね、まあなんとなく1回は、はい、あの、ね、モーニング娘。の、はい、あの、はい、ワンマンとしては最後っていうのは迎えてま、はい、るんだよね。はい、日本武道館でありました、うん、どうなんでしょうね、本人的にはね、どうなんだろう、でも全然実感ないって言ってましたね、やっぱり実感はないか、湧いてくる実感、湧いてくるのきっと春ぐらいなんだろうね、やめて結構経ちますね。そんなもんかもしれないよ、学校卒業しても学生気分って抜けないじゃん。あ、確かに、ね、はい、さあということでございまして、見逃せないカウントダウンライブが、ね、12月31日あります。で、あのカウントダウンの前に一部は夕方4時開演の回もありまして、はいはい、そうですね、で第2部が夜11時開演、これはカウントダウンライブになる、はい、そして1月になりますとこれはまたハロコンですね、ハロープロジェクトあります、はい、1月2日から5日と1月9日か、うん、9日10日、これも中野サンプラザでございます、はい、ね、これはちょっとまあ年末年始もやっぱり忙しいですね、いっぱい皆さんと会う機会がたくさんあります。ね、はい、ね、ね、ちょっとファンは楽しみですよ、ね、新年迎えてすぐにまたね、みんなにね、うん、あのモーニング娘。のパフォーマンスが見れるっていうね、しかも新しくなるんですよ、ハロコンも。あ、そうなんですか、はい、こう2時間30分に伸びたりだとか、こう今回限りのそのシャッフルの組み合わせだったりとか、はい、はい、するので、これはもう、ねね、もう新年早々楽しみましょう、ね、はい、ね、これね本当に、とにかくですよ、はい、来週12月29日に出ますニュートリプル A 面シングル、うん、冷たい風と片思いエンドレススカイワンアンドオンリー、これをよろしくお願いします。お願いします。これもとにかくよろしくお願いしますね、はい、言っときますよ、はい、はい、さあ来ましたよ、な片思いしているもの、あ、気になる、向こうにたくさん来ていますので、はいはい、あのちょっと1枚ずつ選んでもらいましょうかね、うん、はい、ここでちょっと軽く読みましょう。これラムチョップかっこ仮、はい、チェスターコートに片思い、先日冬物の上着を買いに行った時一目惚れしたんですが、うんうん、懐が寒く未だに片思い中です。チェスターコート変えてないんだね、変えてないのか。チェスターコートちょっとお高めなんですね。あ、まあ冬物は高いよ ね、 ね、水出しコーヒーさん、人以外で片思いしているものということですが、僕は石です。石、石というか岩です。岩、はい、先日長瀞の岩畳かな、うん、を見に行った時もそうでしたが、大きな岩を見ると抱きつきたくなるんです。でもいつも冷たくされるんです。あ、確かに岩だから。そうだね、逆に岩に抱きしめ返されたらちょっとびっくりしたよ。暖かかったり。北の丸々さん、人以外で片思いしてるのは電子マネーワオンを使った時に出るワオンっていう音。合ってるかどうか分かんないです。そうなんだ。そうですね、里芋ってポッターコーンポタージュのある自動販売機、あ、欲しい時になかなか見つからないって。あ、分かるかもしれない、ね、何、
おシルクが逆に置いてあったりとかね。そう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 。あのたくさんありますので一つずつ選んでいただきたいと思います、はいはい、というわけでございまして、それでは最後にもう一曲お届けしてお別れでございますね、はい、じゃあ曲の紹介をお願いいたします。はい、いよいよ今月29日に発売になりますモーニング娘。15 60枚目のトリプル A 面シングルの中からお聴きください。モーニング娘。15でエンドレススカイ。というわけでございまして、今夜はモーニング娘。15から福村瑞希ちゃん、そして飯窪春菜ちゃんに来ていただきました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。